快適ですよ。これ国産のコンパクトカーとかと比べたらもう圧倒的に静かですよ。はい、ということで今回はですね、試乗編ということで 320i の M スポーツ、そして 320D エクスクルーシブスポーツの試乗をしていきたいと思います。まあね、こちらはガソリン車のセダンで、こちらがディーゼルのワゴンツーリングということで、まあね、まずはそのエンジンの違いが一番大きいと思うんですけれども、あとはねセダンとツーリングで何か違いがあるのかというところについて見ていきたいと思います。それではまずはガソリン車の方から行ってみたいと思います。はい、というわけでまずはね 320i ガソリン車の方を試乗していきたいと思います。静か、めちゃくちゃ静かですね。本当にロードノイズの音がねちょっとだけ聞こえる。間違ってもこの車もうね溝音がねそんなにすごくあるわけじゃないですし、そんな新しいタイヤでもないので、だからこんだけ静かなのは、まあ、それだけね遮音性が高いっていうことですよね。まあ、新車で500万オーバーですからね、まあそれはそうなんでしょうけど、このね発足のオートマがですね、もう1500回転から2000回転ぐらいの間でどん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 もうね上のギアに上げてってくれるので、エンジンもね全然上回さなくても加速してってくれるので、本当にねエンジンのノイズもほとんど聞こえてこないんですね。で、あとね足回りめちゃくちゃいいですね。これすごく快適ですよ。これでも本当にねこの1000回転から2000回転ぐらいの間でしか今使ってないですけど、ちょっと踏んだらねやっぱすぐにこうスッて加速してくれるので、やっぱりね下からのトルクもすごくあっていいですね。まあ、車体的にはねそれなりに重いのでその辺の加速かったるいのかなと思ったんですけど、全然ね加速してくれるんで快適です。メーターがですねいいですね。このシンプルなんですけど必要最低限のものが全て凝縮されているというか、すごく見やすいです。あとシートはですね結構ゆったりめですね。ホールド感がそんなに強くはないんですけど、なんかゆったり座れるなっていう。まあでも本当にねちょっと高速道路とかのね曲がってる時なんかはちゃんとサイドもしっかりしてるのでサポートはしてくれるなっていう感じはします。今ね音楽も何もかけてないでね運転してますけれども、これ音楽とかかけたら本当にほとんどの音聞こえないと思いますよ。街乗りの速度域だったらめちゃくちゃいいです正直。さあそれでは 320D ツーリングの試乗に行きたいと思います。まずはですね結構ディーゼルはねガソリンと比べて結構音をしますね。体感できるレベルでかなり入ってくる音が違います。室内に、まあね、ちょっとねガラガラガラっていう音は大きいですね。まあ、でもそんなにこううるさいっていうわけではないんですけど、まあ、正直ガソリン車と比較するとガソリン車があまりにも静かかなっていう印象を受けます。やっぱり加速してるとき燃料吹いてるときは結構音の差は感じますね。アクセルオフしたら差はほぼないような感じですね。こっちのディーゼルの方がやっぱりまあもともとね回転機がそんなに広くないんで余計なんでしょうけど、1500回転ちょっとぐらいでもシェフトアップどんどんしていく感じですね。まあ、でも十分静かですけどね正直。その国産のコンパクトカーとかと比べたらもう圧倒的に静かですよ。あとはそのアクセルのね入れたことに対しての反応っていうのはほとんど一緒ですけど、やっぱりガソリン車の方が若干ピックアップの良さはあるかなっていう感じはします。ただちょっとねアクセルを 2,3 割ぐらい踏み込んだ時の加速しだした時のねこのトルク感っていうのはもう全然違いますね。全然この 320D のディーゼルの方が加速していきますね。あとは紹介の時には気づかなかったんですけど、こっちのモデルにはヘッドアップディスプレイがついてますね。今速度がディスプレイ上に表示されてますね。
この車は実は13万キロも超えてるんですけど、でもなんかそういう、まあ、さっきのも11万キロなんで、正直比較するにはね、まあ、50歩100歩みたいなところありますけど、フィーリングだけで言ったら、その足回りとか下手ってる感じだけで言うのであれば、全然 320D のこっちの方が個人的にはいいですね。早いな。結構コーツつけがたいですね。個人的にはツーリングの方が見た目的には好みなので好きなんですけど、まあ、320i の方はすごくね静かだったのが高ポイントでした。逆にこっちのディーゼルの方はこのねトルクの太さ、本当にちょっと踏んだ時の加速感っていうのは非常にいいものがあったんですけど、まあ、そのねこのディーゼルのトルク感を取るかガソリンの静かさピックアップを取るかっていうのは結構ね人によって好み分かれるんじゃないかなっていう感じがします。はい、というわけで試乗行ってきました。いやこれねめちゃくちゃコーツつけがたいなっていう、フィーリングでした。まずねガソリン車のいいところ静かでした。いや本当にねエンジン音全然しなくて、ネットの記事とか見ると後期型の方が静かだよって言うんですけど、別にねこの前期型にも正直全然静かでした。ほとんどねロードノイズしか聞こえてこなくて、なんて言うんでしょう、快適そのものでした。まあ、そのガソリン車なんでやっぱりねあとはエンジンのピックアップの良さとかそういったところも気に入りましたし、やっぱりね、まあ、ただディーゼルと比べるとそのランニングコースをガソリン代的なところだけで言えばそこにはちょっとまあ若干デメリットあるのかなというふうに感じました。そしてこっちの 320D のツーリングなんですけど、こっちはねエンジン音だけで言うと2割増しぐらいちょっとうるさいかなっていうようなフィーリングではあったんですけれども、やっぱりねちょっとアクセルを踏んで加速したいなと思った時のトルク、やっぱりねこれはねこのガソリン車ではなかなかちょっと味わえないフィーリングかなっていうところで、僕的にはこっちの方が好きでした。まあ、ただこっちの静かさっていうのも魅力でしたし、結構ねコーツつけがたいなっていうのが正直なところではありますねというのが正直な感想です。どっちもおすすめですっていうところで、まあね、こちら2台とも総額100万円でアヘッドモーターサービスでは販売をさせていただいておりますので、ぜひねご検討いただければと思います。ということで今回はですね BMW の3シリーズセダンとツーリングガソリン車とディーゼルの比較をさせていただきました。それではまた次の動画でお会いしましょう。中古車買取ホット車買取専門店、高価査定はプロにお任せ。お手軽スマホ査定なら最短5分中古車買取本舗で検索。車のことならアヘッド。ガスタムカー中古車販売買取ならアヘッド。お知らせがあります。お知らせですか。はい、はい、この度アヘッドモーターサービスでは一緒に働く一緒に戦ってくれる仲間を募集しています。なんと我々、はい、去年から、まあ、ラリーを始めていろいろなモータースポーツに参戦してるじゃないですか、はい、まあ、そのモータースポーツ参戦経験を通して、まあ、お客様に対して、まあ、チューニングであったりだとか一般の車両の販売とかアフターサポートを行っている中で、まあ、一緒にぜひ働いてみませんか。働いてみませんか。普段のアヘッドモーターサービスっていうのは、ひろきさん、どんなところが一番魅力的ですか？個人的にアヘッドの魅力っていうのは、まあ、本当に一般の車両の販売からチューニングまで、だから仮に言ってしまえばお客様が買ってくれた後からもずっとサポートして手厚くこういろいろな相談に乗ってチューニングまで含めてでトータルでサポートできるっていうのがうちらの強みかなというふうに思います。はい、ありがとうございます。そしてブレスと、ブレスさんですね、はい、はい、板金塗装、そして e スポーツスタジオでもおなじみのブレスでも新しく仲間になってくれる方を募集しています。ぜひトータルチューニングから
まあ、塗装、板金も含めてすべてやっておりますので、ぜひこの機会に皆さん一緒に働いてみませんか。ぜひ皆さんのご応募お待ちしてます。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。